王虐，拜王虐。
场，我觉得这次实在太不会出场了，感觉啊。三分是我就觉得不用了，而且真的没有太多时间攻击。不要攻击。夜火加一 P。幸运这一定要拿掉。我没有其他加一千滴血的，加一千滴，好，带飞身上。加防吗？加五百滴，剩下五百滴。要天启，那不用他装。带盛典的话，就只能靠他血实在是有少的。
复活。一炸回合。照片让你看，
下对面是什么东西。哎、欸，那我忘记件最重要的事情了，忘存档了，糗了，想等下重新整理一次。天哪，忘存档啦！世界上没有比这更糟糕的事情。お前たちの炎見せてもらおうじゃねえか。行くぞ。さあ。さっと行こう。世界上没有比忘存档这件事来得更糟糕。私の番だね。才一回合而已，杀死他！不划算。任せてちょうだい。ありがとう、ありがとう。啊！用错了，他能算。大丈夫？ありがとう。杀死他！第二场会被打散，有差。被打散真是比较烦。やるね。我抓到动作了。手加減は無用といくぜ。暗いな。任せてちょうだい。行こうか。
挣扎不到几张。我扛住了，扛住了。有扛住就没问题了。那我会站太远了，我真的他妈站太远了。糟了。我还可以延迟一下，应该还有。嗯。真傻逼。ここは任せた。あとは私に任せたまえ。
と助かったよ。手加減抜きで行かせてもらう。他出来大拳了。我真的不痛。行くぞ。さあ。僕の番だね。看一下，黑暗冻伤，延迟，延迟也可以，冻伤和延迟的，黑暗冻伤延迟，就是三个主要重要的重点。顾伦觉得这是重点。现在我没有办法。
伤害够不够，感觉运输不够量，不够哎，哈哈。私の番だね。よし、バトンタッチだ。うん、任された。マイ。僕の番だね。差一格是怎样？悲剧。谢谢。让他体会一下悲剧。来。さあ、一気に。他等下下回就掰了。僕の番だね。アークス。や。ありがとう。お、不用多。任せてちょうだい。我还真没料到这么多。封魔应该完全没意义吧？还不是怕封魔，五十怕。不太需要 critical， 但没有办法打出这么大伤害。把范围自己掰了。我靠，还是大绝。哇，输了！刚刚女主角这时候，一整个悲剧。一整个悲剧啊！ありがとう、ありがとう。哦，因为被一直延迟的关系啊。终于懂了，因为昨天不能中，因为一直被延迟。行こっか。マイ。タ。さてと。え？結構哎，真的。这招怎么那么 OP 啊？哎，看我双刀用到一只。我没有，我看错了。我还想用到一只真是笨蛋的。腿好短啊。短腿妹妹。耶，又冰到了。哦，不对，你把板子就冰到了。哦，任せて。私の番ね。可恶，短腿妹妹还是不够短。我来这个地方。さてと。ありがとう。俺の番だ。さあ。
打不到我，打不到我。大家都有心眼，这招很难打。私の番だね。压一伤看不到，糟糕！好，任せて。太挂了，太挂了。好啊。行くぞ。这样比较顺利。任せてちょうだい。中负面状态实在太难了，还是不要拼命。これはどうかな？把他抱走。私の番ね。みんな行こっか。行くよ。はい。ホピー。行こっか。不够大，不够大。那你被弹回来。超级炫的。OK 啊，哎，好不 OK。暴击就说算了，这样，不要站太远。
站太久。ありがとう。还有个暴击。私の番だね。因为我们比较多次，一下就用完了。刀很强，九千多滴，最多只见是加点加点九了。要练满了，但よし、掴んだ。やったわ。やったね。ついたね。やったぞ。こんなもんだろう。哼，他只出来发两次之机，然后还没有特别痛。あの時の借り、ちょっとは返せさ。いい加減観念して、人質を解放しなさい。降臨たちはあの上だが、爆炸吗？全員縛ってはいるが、命に別状はない。真贴心。本当か？さっきの男もそう言ってたけど。それで君はまさかこのまま失礼なんて虫のいいことを考えていないだろうね。そのまさかだ。え、老婆。いけない、フェイクだ。しまった。遅い。怎么样？神様！大丈夫。音と光だけ。スタングレネードか。スタン光弾。消えたと。なんてうかつさだ。仲間たちの後を追ったのかしら。太厉害了！ガレリア要塞に現れた。十万个不会什么 ？RF26 シリーズ。
ラインフォルトの高速飛行艇、帝国解放戦線の船か。これは全員射撃開始。打不下来，他可不可以带 RPG 来？哎，阻止他攻击！いい加減に。いやいや、強さのことだ。アイスメイデン、鉄血の巨大たる小娘。貴様の主人に頼らない。全ての準備は整った。这也是假的。哦，今のは。まさか。みんな隠せて。对，他根本没在飞机上，你知道吗？哈哈，是是是，对啊，刚刚距离很近。图谋不轨，哦，哈哈哈，认识，哈哈。からザクセン鉄鉱山が公爵家のものになったのかな。この声は まさか皇子だ。ウリバルト殿下、ナイスタイミング。クローニージョルジュ先輩もよかった、無事だったか。あ、じゃあ飛行艇の手で快乐。そっちこそだ。とんでもないことになったな。ああ、さすがに予想外の結末だね。あれがテロ組織が所有していた最後の飛行艇か。状況を整理しよう。そちらの士官学院生たちの行動の正当性は私が保証する。お
火怎么样？依存はないかな。哈哈，那看谁权力比较大而已嘛。天下。啊，よかった。看谁官威比较大。さらに鉱山所有者である皇族アルノール家の名のもとに、この場のすべては私が預かる。对，両方軍の諸君は的確速やかに撤退を。鉄道憲兵隊の諸君は私の指揮下に入ってもらうぞ。イエス、マイロード。忠実に職務を果たし、残されていた人形兵器は駆逐され、行員たちも無事全員が解放された。しかし事件がもたらした余波はそれだけでは済みそうになかった。両方軍は明らかにテロリストたちの行動を黙認するかのように動き、貴族派が牛耳る第一製作所にある鉄鉱石の横流しの証拠もテロリストによって破壊されていた。しかし状況証拠は限りなく黒に近く。内幕重重、有什么 OP 吗？オリバルト王子はイリーナ会長の全面協力を受ける形で厳正な調査を行うことを宣言するのだった。啊，一起玩。啊，和平行者。发射的人吗？やはり目はなし。超長距離狙撃用の対物動力ライフルです。就这样丢在这里了。どうやらラインフォルト社のライフルではなさそうですね。哦。はい、おそらく例の攻防かと。最近大人気のようですよね。ええ、ゆゆしき事態ですけれど。シャロン・クルーガーさん、あなたとは一度お話ししたいと思っていました。ちなみにあなたの雇い主はどこまで関与しているのですか？それはどちらの雇い主を指しているのでしょうか？もちろん両方です。すみません、どうやら相当し損ねていたようですね。はっ、シュー、シューの神子で神子は有这么強お見事です、クレア様。アイスメイデンの真理見せていただきました。そちらこそ。那为什么要打那么久？視線とはよく言ったものですね。恐れ入ります。先ほどの質問ですが、イリーナ会長の方は何も
無論今回の事態を最大限に利用されるでしょうが。でしょうね。そしてもう一方はヤリさんいつもと同じ戯れでしょう。是隱藏人物。今はまだですけれど。うわ。おっと、ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。太快了，悲剧。この調子で頑張れなさい。肯定升不到嘉玲。等下一次看攻略再来。有原有 S 级的，我前面都只玩 A 级，有看攻略跟没看攻略还是有差。第二轮再说。哦，原魔法征服。哟。下一章好像就最终章了，所以他更故事讲不完了。可可あれから3週間余り、帝国と俺たちをめぐる状況はささやかながらも大きく動いていた。ザクセン鉄鉱山の事件を受けて帝国解放戦線は壊滅し、それとガレリア要塞での功績を認められ、俺たち7組のメンバー全員が帝都のバルフレイム宮に招かれたのである。エレボニア皇帝ユーゲント3世、アルフィン殿下たちの実の母君であるプリシラ公妃、お二人に拝謁しねぎらっていただいた一方、俺たちは改めて帝国を二分する勢力の領袖たちに対面することとなる。帝国各地を支配し絶大な権力を持つ四大名門と呼ばれる4人の大貴族、帝都と鉄道網を中心に改革を進める鉄血宰相とその盟友たる帝都知事、俺たちをねぎらいながらも両勢力はテロリストの存在をめぐって互いを牽制し、静かな火花を散らし続け、最後には呆れ果てた顔になった陛下が釘を刺されるのだった。しかしテロリストが壊滅したことで彼らを密かに支援したとみられる貴族派は表立って動きにくくなったらしく、革新派も独立問題でクロスベル方面が騒がしくなったことへの対処もあり、図らずも帝国内部における対立はしばし小康状態に落ち着きそうだった。そんな中、かねてよりの懸案だった学院祭のステージ内容が決定し、マキアスとユーシスのデュオ、委員長のソロという二曲構成が発表された。当然本人たちからは異論や狼狽の声が上がったが、クロートエリオットから演奏担当の構成インパクト重視の演出意図を聞かされるに及び、他の7組メンバーは大いに納得し、重視冲击心、最終的には本人たちを反論しきれずにめでたくステージ内容が決定するのだった。その一方で心乱れるような出来事もあった。アンゼリカ先輩が鉄鉱山の一件で父親であるログナー公の怒りを買い、トールス士官学院を休学、事実上退学することになったのである。能力バイク、君が受け取ってくれないか。そんな先輩の頼みに悩んだ末、俺はしっかりとうなずくのだった。好，蛮多剧情都直接被带过。それ以外にも、オリバルト王子の提案で、とある地への小旅行にみんなで赴き、7組の結束や共感、先輩たちとの絆を改めて確認する出来事もあったが、
それについては長くなりそうなので、また別の機会にでも話したいと思う。好，还要等之后再带哟。再见。是这样。そして。哇塞！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 好像是24、25吧，是学员季。这瞬间换过快一个月，太快了。嗯？皆さん、本日は天気も良く、絶好の撮影日和になりました。先月から準備を進めて、待ちに待っていた人たちも多いんじゃないかと思います。それでは、これより学院祭の各種準備、設営を始めます。期限は今日と明日の2日。明日の深夜はなるべく作業を持ち越さないようにしてくださいね。みんな、怪我をしないよう元気に張り切っていきましょう。大家这么嗨哦。哦，他装那个哦，门的装置。你说太严格了，哈哈，等下，为什么是劳拉在打鼓？这比较好笑。香衬的衣服。钉子男人什么？从上面好比对，就笑笑的时刻。哦，哈哈，打球销售的舞台。嗯，哈，你们开心又害羞的老道情节，还是，啊哈哈，米莉亚姆不知道。不是什么重要事，哦，所以最后一天还是调查是旧消息。这样怎么感觉最后的迷宫是旧校舍？
就像这个机器啊，还要送东西，我的天哪，收集访问稿，我的天哪，三发一个真拿呀，看来就不会来。哦，不对，应该是会来。
手册。终章，主任的食物，哈哈。一定是巡逻时候掉的，一定是那时候在屋顶上掉的。啊，好烂，潘小霞。啊，你发现了。掉到中庭，欸，所以还是掉在中庭里啊。哦，这样才会去中庭找，好像合理哈。不对，难道说只是掉在屋顶然后上吗？没有掉下来，好深奥啊！怎么这么深奥？曾经一边看手册，一边从面向中庭的地方往操场的方向移动。我在看不懂他写什么。面向中庭的地方，往操场方向移动。面向中庭的地方往操场的方向移动呢，这太可怕了。怎么可以这么可怕，说说看。合理啊，这屋顶是这样子欸，怎么可能掉下去，哦，滑下去啊，突然觉得好像怎样都不太合理，
得的话，那就可能整条路上都有可能不成。哇！太烂了。要在没有人烟的地方慢慢看这样子的东西啊。到底什么鬼地方是没有人烟的？哈哈，取到了，有点很挣扎。拿一年份也吃不完。只好还要继续加油。究竟掉出来？是啊，我的确觉得有点奇怪。彩虹剧团的表演者，毛利夏。白痴，好烂哦！就这样完成一个愚蠢任务，还有多少愚蠢的任务？
需要追寻目标。你是干嘛？一家家问。这么看来，在操场上看过这个一样东西。送回去就好了。欸，新书欸，太厉害了，我都不知道谁缺书啊。管理院吗？看起来就不像。不是啊，他们也不是缺书啊。谁缺书呢？新的书，对不像啊。哦，路上看有人缺书啊。哎靠！不要给我拿到外面，崩溃。然后图书馆是你们怎么雷啊，差太多了吧。小说，手工文艺杂志，麻烦呢。哎，这样完全没有提示，真的。哦，有老师定的也是有可能啊。那就先顺道过去看看喽。一年一班、五班，神秘现象有多会？恋情歌剧场的体育馆，滚麻环，全部是打杂抛投任务啊。
院长。天才詹姆斯坐镇，那是拉克好吗？男性也能参加，被提出巨星名的感觉。这不是交换礼物吗？高雅的地藤天麻来了，这样我在干嘛？大地宠爱的公主因为终于捉弄经历风霜的故事，她是公主啊。大招哪招？这九宫格是发冷吧？好多好多明星，好多好多明星，合起来是好多好多，好可爱，白痴。
三小。二班的活动是星光庭园。星光庭园是什么东西？要猜，我崩溃。稍等，取下书店。那一直是大小。对，这是一般的，一般的，不是讲堂里面。重点是二班的活动在哪里？没印象，糗了。
还是禁军呢？永远的禁军呢？傻眼，最近才开始工作，怎么那么累？没有，好了，还不错了。嗯，我这么久都做完了，怎么办？对啊，明特就这个，我们在那个 RF 那边有碰到，好吗？可是爸妈找猫嘛，真是够了这样。哎，这拿到了。感觉很烂，我觉得还好啊，就普通这样。我、哦、靠，对不起，收回话，一千滴血，这太重要了。真的耶，哈哈，哈哈，哈哈，换汤汁啊！要重开一下。